中禅寺湖でボトムバンプするのにおすすめのルアーありますでしょうか。スプーンだといくら持っていっても足りる気がします。あれね、ボトムバンプしちゃうからいけない、うん、あれわざとね、なくさせるためにこうメーカーがやったやつなんだけど、ブッブッ、これじゃない、ブッって一回チョンチョンって上げたらそこから巻くので、10回ぐらい巻いたらスーッと落とすので、チョンチョンって、また10回ぐらい巻くので、そのボトム付近をこう巻くので、また10回ぐらい巻いたらスーッと落とすので、チョンチョンで、そうやってやると引っかかる率は5分の1ぐらいになりますね。1日20個30個なくしてた方はですね、まあまあ5、6個で済むようになります。あのね、あ、巻いて食わせるというか、あの、あまりにもね動かないスプーンをやってるから、あの、ああいうルアーはボトムバンプしないとダメなの。ローリングするルアーはね、レイクちゃんと食ってくれますからね、普通にボンボン釣れてますよね。それはだって何つったってうちのデープカッパーでしょね。18g、22g、25g といったところでございますね。落ちるのもですね、まあ、他社から比べるとうちの方が 1.5 倍早く落ちます。年がかった時に竿先からラインを切る連中に一言、バカじゃないのね、はい、一言言わせるぜ、バカじゃないの、はい。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめ YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問というのをですね、直にお答えしている。さあ、ということで、まあ、これからの対応ちょっと楽しみたいなということで、ぜひご入会をよろしく。